この度新卒より5年勤めた会社を辞め転職することになりました。新しい職場にうまくなじめるか、また楽しく仕事をすることができるか、とても不安です。皆さんは新しい環境に身を置くとき、心がけていることや、こんな心構えで挑んでいるなどありますでしょうか、教えてください、といただきました。時期ですからね、今は。そうですね、まさに。どうですか、何かありますか。私はですね、笑顔ですね。笑顔とハキハキさ、忘れずに、このなるほど、いや、大事だよね、最初はその印象をよくみたいな、なるほどなるほど、頑張ってたな、うん、それを心がけて出社してた。そうそう、笑顔で挨拶して、なるほどなるほどなるほど、この目を見るみたいなところかな。あ、なんか、いいね。ヨちゃんはどうですか。なんだろうな、あの、あんまりあれかな、合わせすぎないというか、あ、はい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 、例えば嫌なことは早めに嫌だと言うとかさ、うんうんうん、なんかあんま得意じゃないことは早めに言うとか、あー、なるほど、うん、なんか、うんうんうん、あらぬ誤解をなるべく生まないように、はいはいはい、確かにね、なるほどなるほど、っていうのがなんかちょっと意識する、なるほど、なるほど、ちゃんとその理解し合うように。いい、ね、でもそういうなんとなくこう近い感じもあるんだけど、うん、いいのかわかんないけど割と意識しちゃうのは目立たない、目立たないように、目立たないようになるほど、こう、まあなんていうか無難みたいな、一旦無難でいくから最初は様子見みたいな、そう、はいはい、そのまあ空気感とかやっぱ分かんなくて、自分のテンションとかが合わないとか嫌な人がいるかもとかさ、なんかそういうので不安だったりするじゃん、うん、まず一旦こう安牌な人間関係をそのフラットに作れるように、うん、何の印象もない感じにするっていうか、うんうん、なんていうか、まあなぎな感じでいくっていうのはなんかあるかな、なんかこうイメージとして、うんうん、そっからこう調整していくっていうか、なるほどね、あ、これもうちょっとこの素でいってもいいなってなってきたらこう下げていったりとか、なんかまあ逆にこうテンション高い人だったら上げていくとか、はいはい、なんとなくこうあるかも、なるほど、ね、そのイメージ、うん、柔軟に、そうそう、はい、まずはそのもう何でもない感じでいきますね。、はい。